さあ、今回のペガサスロッカールームです。今回のゲストです。背番号18番、青柳正樹投手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと簡単でもう一回いきましょうか。さあ、今回のペガサスロッカールーム、ダイヤモンドペガサス、エース番号、背番号18番、青柳正樹投手です。もう一回いきますよ。すみません。はい。さあ、ペガサスロッカールーム、今回のゲスト、もうペガサスのエース番号、背番号18番、青柳正樹投手です。よろしくお願いします。お願いします。さすがやわ。ペガサスのパーカー着てて今日はこれ撮影やると思って、いや、そうなんですけど、うん、逆に私服を見せたくないなと思って 逆にどんなの着てんの？いや、シンプルなんですけど、シンプル、これが判定かなと思ってじゃあ、ペガサスのパーカー着てラーメン食べに行ったりする？それはあんまりしないです。俺さ、ユニフォームで行くみたいな前もね、そうです。それはいかないけど、今日はこれで来てくれたということで、はい、まあ、ロッカールームなんで、はい、いろいろとなんか、あなたの野球人生を、青柳正樹物語を、いろいろちょっと物語を聞かせていただければなと思うんですけど、はい、まあ、出身はもう県内出身の選手ですよね。はい、出身は何小、何中、何県の、あ、何市の。前橋市の天川小学校出身で、うん、中学は前橋第五中学校です。で、野球を始めたのは小学生の2、3年生の時です、ね。うん、そのきっかけは？きっかけは、まあ、父親が野球やってたんですけど、うん、なんでなんですかね。それまで幼稚園から幼稚園、野球のやる前はサッカーやってて、おう、なんでなんですかね。あ、これや、これや、サッカーの写真出てるけれども、はい、サッカー少年やったわけ。そうですね。もう、でもお父さんが野球が好きだった。まあ、サッカーも嫌いではなかったと思うんですけど、あ、でもサッカーやってた子たちが、うん、なんか野球に流れていって、うん、で、自分もその流れでもしかしたら野球行ったのかもしれないです。サッカー少年がみんな、お、野球行こうぜみたいなで、自分を流されてかもしれない。あ、そういう性格なんですか、流されるような。いや、今は多分違うと思いますけど、もうその時は結構野球やって、はい、当時からもう、じゃあ左利きで。そうです。お箸も、はい、全部左、書くのも、はい、もう全部左、はい。ああ、じゃあもう野球入団した時喜ばれたでしょそうかな。やった、左って。少年野球ってみんな左ピッチャーとか言ったら喜ぶじゃないですか。そうですか。でも、もう始めた時からピッチャーでしょ。ピッチャーかファーストか外野か。最初は外野で、割と早くピッチャーになりました。という中で、こう野球を続けていて、中学も、硬式はいつから？硬式は高校からです。高校から。高校まで、あの、硬式はやったことなくて。そうです、ね。で、選んだ高校が地元の伊勢崎生命高校。はい。この高校を選んだのは？なんかあんまり伝統のある高校が、ちょっと嫌で。なんで？その伊勢崎生命高校に、母校に失礼じゃないですか。伝統がないみたいな。生命は伊勢崎女子高校から共学になって生命になって、うんうん、自分が入って卒業するぐらいで多分創部10年ぐらいだったんで、うん、比較的若い、うん、あまり伝統がない、うん、若い高校だったから、チームだった、部活だった。あ、中学の時のキャリアは？は、県大会で優勝とかはしてました。おー、じゃあだいぶ来てたね。そうです。お誘いは多分。青柳くん、一緒に野球やろうっつって、うん、でもそれ嫌で、伝統があると。あ、でもなんかその時の中学の顧問の先生に、うん、ちょっとちらっと話した時に、うん、結構いいんじゃないかって言ってくれて。あ、生命に行きたいって言ったら。はい。ちなみに、どこの強豪校はどこが来てたんですか？いや、そこまであんまり覚えてないですよ。そんな詳しく。だってでも、中学の時、県大会優勝ピッチャーでしょ？はい。おぉ。いや、これ、あれですか。群馬県的に、おぉ、優勝ピッチャーどこ行くんや、伊勢崎生命かっていう感じだったんですか？いや、わかんないですけど。おぉ。その時、じゃあ伊勢崎生命はあんまり強豪校ではなかった、野球は。そうですね。徐々に強くなってる途中みたいな感じだったかもしれない。
で高校入って、はい、もうエース番号を背負うのはいつからですか？は3年の時です。3年、はい、それまでは外野で入ったり、うん、ピッチャーやったり、うーん、中でもうこの収録の前に聞いたら高校3年の夏は、はい、もう自身でも忘れられない夏でしょう。まあ、はい、おちょっと話してくださいよ。どこまで勝ち上がったんですか？一応決勝まで行けました。県大会決勝、はい、はい、そして相手は県大高崎です。県大高崎も甲子園でももう上昇チームですよ、はい、のマウンド立てて、はい、スコアは1対0です。で負けました。負けた。9回投げ切った。はい、投げ切りました。一失点。はい、はあ、どうですか今思い起こしてあの夏、あの試合は。思い返すと、うん、甲子園本当にあと少しだったなって思いました、うん、思いますね。でもその当時は、うん、あんまり思わなかったんですけど振り返ってみるとうわ本当にあとちょっとだったじゃんって思いまあ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 不思議ちゃんですよね。まあそうかもしれないそのスタイル、ピッチングに出てるわいやでも、はい、強豪県大高崎を9回1失点に抑えて行けずに、甲子園行けずに、当時はそんなにあらって思わなかった。涙はしたでしょ？あ、はい、少しは。少しは、それは何、甲子園行けなかった悔しさよりももうこの仲間と野球できない。あ、そっちだった気がします。そっちだった気がする。それがちょっと軍手にちょっと移っちゃいました軍手に移っちゃった。あー、なるほどね。で、その時はプロは意識は、まあそれは高校から行きたいとは思ってましたけど、うん、でも高校終わった時点で、まあ、実力的にはそこまでじゃないなっていうのを分かってたんで、うん、まあ、大学行ってそこからっていうふうには考えてました。で、高校の時はプロ志望届は出さず、はい、ダサーですね。で、大学は大東文化大学を選びました、はい、これはどういう経緯で？その高校の先輩が行ってたっていうのもあって、はい、うん、その大東文化のスタイルを聞いて、うんうん、自分に合ってるのかなと思って選びました。大東文化は伝統とかですか？あ、でも結構あると思います。伝統ありますよね自分のスタイルってどういうスタイルに合ってた？なんかあんまりやらされるのが好きじゃなくて、わ、うん、かる、そんな感じするで、ライトは割と自由な感じで、うん、上下関係もそこまで厳しくないっていう中で、なんか自分がやりたいこととかできるかなと思って選びました、うんうん、もう皆さんにお伝えしておきますけども、大学のね、野球部の1年4年っていうのはもうものすごいパワーバランスがね、えげつないですかね普通の大学は、はい、大東文化大学はそんなことなかった。パワーってどういう人間関係なんですか人間関係のパワーです。人間関係のパワーはそこまでは大東はなかったですか、はい、夜中2時3時に起きて夜食作れとかそういうのなかった。そういうのなかったそういうのなかったですかあ、で、大東文化ではどうだったんですか、結果的にというか、その大学時代の成績は、うん、自分がいるときはずっと2部で、東都の首都です。あ、首都リーグ。はい。首都リーグの2部で。うん。で、4年の秋の最後にベストナインは取れたんですけど、自分。うん。まあでもそれぐらいですか。で、もちろん4年間プロ目指してやってたんですよね。はい。で、プロ志望届は？は出しました。出した。はい。けれども、まあ NPB には行ってずっと。その時にはもしかしたらいけるかもっていう手応えみたいなのは、ん、出した時には、うん、一応会長と一回話とかして、うん、ペガススにいけるかなっていう感じだったので、うん、実力を見て NPB は厳しい、でもまだ目指したいっていうところで、うん、独立リーグ地元で、うん、っていうので、あの志望届出しました。で、出さないと
独立にも入れないんで、うん、って感じで出しました。ああ、NPB にかかるかもしれないけど無理でもペガサスにもお話いただいてたから、はい、いけるかなっていうところで志望届け出した。はい。ああ、なるほどね。というところで、まあ結果的には群馬に入団することになるわけですけども、はい、僕おととしですか、はい、開幕でしたっけ、あなた投げたのは。いや、え、開幕は最後に投げました。先発ではないです。先発じゃないでしたっけ、はい、僕はもう青柳投手のピッチングを見てすごいなと思って、もう見ててすごく頼もしくて、はい、あのストレートのスピード130半ばぐらいですよね、はい、それで相手打者をどんどんと手玉に取っていく、あのピッチングスタイルがもうなんか見てて楽しくて楽しくて、はい、自分のピッチングスタイルっていうのはどういうスタイルなんですか。まあ、一応あの、うん、プロフィールとかによく書くのは、はい、のらりくらり試合を作るのらりくらり試合を作る、はい、これはやっぱ自分の中で、そうです、まあ、持ち味というか、はい、やっぱ先発ピッチャーなら、うん、やっぱ試合を崩さずに作るっていうのが、うん、一番大事なって自分は思ってるんで、うん、それをできるようにしてます。うーん、2019年初年度15勝1敗防御率 2.75、はい、すごい、82奪三振、三振は少ないんですけど、あ、これはどうですか、自分のピッチングスタイルっていうのがこう確立され始めたのはいつ頃なんですか。でも最初から割と、うん、そう思って乗られるくらい試合を作るっていうふうに思って入って、うん、最初から割とできたのかなと思います。中学高校時代からってことですか。ああ、でもそう思い始めたのは大学ぐらいからですか、ね、うん、中学高校は一回負けたら終わりだったんで、うん、やっぱ絶対負けられないっていうところで勝たなきゃいけないピッチング、うん、まあ、でもそれも試合を作るのにもつながるかもしれないですけど、うん、やっぱり大学リーグ戦、独立リーグもリーグ戦に、うん、なってくると、やっぱり一回負けても次があるって考えた時に、うん、なんかそのボロボロで負けちゃうと次にチームごと引きずっちゃうかなって、うん、そういう風に考えたりして、なるべく僅差に持ち込めるというか、うん、試合を作ってそういう仕事はこなしたいっていう。おー、じゃあゲームを作ることにある程度シフトしていったという考え方ですか。おー、この2年間こうやってみて、はい、NPB というところの距離感というのは変化ありましたか。そうですね、距離感、まあもちろん自信はあって、うん、抑えられる可能性もあると思うんですけど、うん、それを一軍の舞台で1年間パフォーマンスするっていうにはやっぱまだ実力が足らないかなと思ってしまいます。1年間じゃなければ戦力になれる自信は芽生えてきましたか。一度きりだったり、そういう研究される前とかそういう舞台だったら、うん、もちろんそこで抑える自信はあります。すごい野球を、あの、いわゆる客観的に自分を見れてますよね。そうなんですかね。あの、こんな言い方してなんか語弊ないように聞いてほしいんですけど、独立リーグの選手って、はい、こう自己評価がめちゃくちゃ高い選手だったり、高い瞬間だったりと、自己評価めちゃめちゃ低くなったりする瞬間だったり、そういうタイプの選手ってこう両極端に僕感じるんですよ、はい、あまりそういうのなさそうですね。そうかもしれないです。自分の性格を例えるならば、例えるならば、うん、自分の性格ってどんな性格の選手だと思いますか。マイペースですね、はい、マイペース、はい、あまり感情の起伏みたいなのは、まあ、私生活からあんまりない方ではあるとは思います。おいって怒ったりとか、シュンってなることは、まあ、心の中で多いって思うことはありますけど、うん、あんま表情とかに出ないとは
言われますね、周りからも。うん、怒ったりするのは怒るのもあんまり、怒ったら多分無口になると思うので感情が表にバッて出るのは、あんまりないと思います。という中で、2019年はこう15勝1敗、防御率 2.75、 素晴らしい成績を残して、はい、で、昨シーズンは逆に防御率 3.13、 それの悪い数字じゃないですけど、2勝6敗、はい、少し勝ち星的にはね、物足りない数字になってしまいましたけど、このあたりは自分振り返っていかがですか？そうですね、やっぱ 勝敗はやっぱ悪いんですけど、うんうん、まあ、防御率だったり他の数字は、うん、あまり去年その前の年と比べて、うん、そこまで悪くなったわけじゃないんで、はい、まあ、やっぱり運だったりとかが、うん、去年もダメだったのかなと。あ、まあ、でも自分のその立ち上がりの流れが作れなかったりとか、うん、まあ、そういうことが多かったのかなという感じです。いや本当に成績的にはあれなんですけど、ちょっと勝ち運に恵まれなかったっていうところはありますけど、それほどでは気持ち的にも落ち込まない、ずっとこうマイペースで淡々とするという中で。いやでもシーズン中やっぱり不調な時もあって、チームが、うん、チームの不調の時もあって、うん、やっぱその時は結構苦しみましたけど、うん、自分の野球人生を振り返って挫折したなっていう瞬間ってタイミング的にあります？なんかここまで淡々とお話聞いてるから。でも大学の時に最初に挫折というか、なんかそういうのを感じました。どんなタイミングで？やっぱ中学高校ってそれなりにできる方って言っちゃあれですけど、まあ、結果で出たから、はい、うん、でやってきて、やっぱ大学に入って全国から集まってきて、うん、自分よりすごい選手がどんどんいるっていうのを見て、で1年生から自分は出れず他の同級生がリーグ戦に出たりしてるのを見て、あ、ダメなんだなっていうふうに思いました、うん、そこで。その時は自分をどういうふうにしてこう前を向かせたというか。今目標が、まあ、一応、ね、NPB 行くっていうのがあって入ったんで、うん、まあ、練習するしかないなっていう感じで、うん、練習をしました。その NPB に行きたい思いっていうのはやっぱり自分の夢とか、だからいろんな他の人の夢だったりっていうところなんですか？そうですね、小さい頃からそう思って野球やってきたんで、うん、NPB 行きたいと思ってました。で、そんな中でね、もう青柳投手はもう地元の選手ですから、はい、ご家族もよく野球場に、はい、球場に応援に来ていただいてるって話聞きますけども、はい、家族はどんな風に応援してくださってるんですか？どんな風に、うん、まあでもあんまり自分に対していろいろ言ってくる親ではないので、うん、まあ、静かに見守ってくれてるんじゃないかと思います。え、今実家？あ、そうです、実家から帰ってる、はい、じゃあもう家族のサポートがあってプレーできてるってこと？そうですね。おなんかそういう会話はするんですか？で、野球の会話はあまりほとんどない？あんまりしないかもしれないです。お父さんもお母さんも？お父さんが野球話してくるくらいで、母親はあんまりしてこないんですか？で、スタンドによく来られてるのは誰が？は父親です。一人で？あ、おじいちゃんと来てたり、祖父母と父親で来てたりしてます。へー、なんかええ光景だな。おじいちゃんおばあちゃんがスタンドに来てて、はい、マウンドから絶対見えるわけじゃないですか、はい、どういう気持ちです？照れくさいですか？どうでしょう？いや、もうそんなことは考えてないです。もう気にならない、はい、うん、試合にちゃんと集中してる。でもおじいちゃんおばあちゃんが自分が勝った試合で喜んでくれたりすると、はい、また親にこう褒められるとはまた違った感情で喜びないですか？あります。あ、でも勝ったらおじいちゃんおばあちゃんなんか家帰って喜んでくれます？はい、そうですね、喜んでくれます。よかったね、まさきっつってお小遣いあげようよ。お小遣いもらってんの？いや、本当にたまにあるかもしれません。あそこはいただけたらありがたく。あ、おじいちゃんおばあちゃんありがたく。うん、でも独立リーグの生活っていうのは、はい、もちろん
ね、ハングリーな部分はあるから、はい、大変な部分もあるじゃないですか、はい、どうなんですか、こう親に感謝とか表したりしてるんですか。表すのはなかなかないですけど、うん、でもなんか今まで、うん、学生までずっと何にもしてこなくて、うん、まあ、一応社会人じゃないですか、特に、はい、でなんかたまに、まあ、誕生日だったりとか、うん、なんかそういう母の日とか、なんかそういう時にちょっとしたなんかをあげる時もちらほら出てきました毎回じゃないけども、はい、ちょっとそんなこともしてみようかなと。やっぱまだ照れくさい部分もあるのかな。そうですね、やっぱ実家だと、うん、やっぱずっと一緒にいちゃうと、うん、その気持ちがまだちょっとあります。うん、照れくさい。そうです。でもめちゃくちゃ応援してくれてるわけでしょ。今日もほら軍テレに出てるとか。そうです、ね、YouTube 見て浜崎出てるわって、もうおじいちゃんおばあちゃんも喜んでくれてるじゃないですか、はい、でちょっと一回カメラに向かって伝えましょうか何なんかいつもの感謝を。両親にですか。じゃあ両親にか、もうお父さんから行きましょうか。いつも投げる日は球場に来てビデオ撮ったりしてくれてありがとうございます。まあできるだけ活躍できるように頑張ります。いつもありがとうございますもう照れくさいのもうピークやねん。おかんもあんまり来ないからね。そうです、うん、でも多分さ一番気にしてると思うよ。怪我なくやってくれてるのかなとかさ、うん、どうぞ。政見放送かいつも家事だったりご飯作ってくれてありがとうございます。お母さんのおかげでここまで大きくなりました。これからもお願いします。独特の間ですね。想像力ができてるから、ちょっと顔の表情変わるもんね。あ、向こうでおかん見てんねやなっていう。うん、まあでもそうやもんね。洗濯も独立リーグの選手は、自分たちでしなきゃならないからお母さんがこうしてくれるわけじゃないですか、はい、アンダーシャツも当番日になったらね、何枚も何枚も洗濯持って帰ってくるわけじゃないですか、はい、ありがたいですよね、うん、おじいちゃんおばあちゃんはいけるでしょおじいちゃんって言えばいいんですか感謝感謝です、感謝やな。おじいちゃん何歳、何歳でしたっけ。この間何か言ってたんですよ、誕生日何歳でしたっけ。親父、マイペースが過ぎるそういうのもあんま覚えてないんですね。どれぐらい自分のことで必死やわな。おじいちゃんおばあちゃん帰って、おじいちゃんおばあちゃんと家で言えるでしょ。そうですね、うん、ね、どうですか2021年シーズン。これ開幕前に収録してますけども、はい、今シーズン、まあ、準備だったりとか今シーズンに向けての意気込みなどはいかがですか。そうですね、うん、まあ、今のところ順調に、うん、いい感じで仕上げられてきてて、うん、やっぱ今年、やっぱ一昨年チームで一番活躍できて、うん、去年全然ダメだったんで今年もやっぱチームを引っ張れるぐらいの、うん、チームのピッチャー陣で一番結果が出るぐらいやらなきゃなっていう気持ちではあります、うん、それはもうやっぱ NPB に向けてっていうところもありますよね。まあそうです、ね、個人としてはそうですね。でもなんかその去年一応調査書をいただけて、うん、でも指名されずで、うん、なんかいろいろ
考えることあって、まあ、まあ自分の実力とかも客観的に見たりして PB どうなのかなっていう気持ちがちょっと出てきてしまって、でも今年は NPB に行くっていうよりチームでまず一番活躍しなきゃっていうふうにの気持ちが今強いです。へえ。まあでもその結果やっぱ活躍できたら NPB への道も開けてくるとは思うので。はあ、逆に強いかもしれないですね。その NPB に対するいわゆるなんかこうそれが執着が、はい、思いがいわゆる執着になると今度違うなんかマイナスなエネルギーに働いてしまう時もあるかもしれないじゃないですか、はい、そうじゃなくて野球人として、はい、こう自分のパフォーマンスをしてチームを勝たせたいっていうシンプルな目標になってるってことだよね。はい、あすごいね。いやでもそこの思いになるのって結構難しかったりすると思うんですよ、はい、僕は分かんないですけど、なんていうのかな、やっぱりね自分が上のステージに行きたいって思いが強くなって当然な部分ですけど、はい、そこをコントロールするのはやっぱりなんか青柳投手らしいなというか、そこはやっぱり何ですか、夢だけじゃないっていう部分ですか。そうです、なんか変に現実を見始めちゃったのかなっていうのはちょっとあります。やっぱ NPB 行った方でもやっぱ現役が短かったりして、やっぱ野球をやめて次の生活をしたりしなければならないっていうのをやっぱいろんな情報が入ってくるので、そういうのを知って、あ野球だけじゃなくてもいいのかなっていう思いもちょっと心のまた片隅にあったりして、でそういう気持ちになりました。なるほど。じゃあまたもっと言うと、じゃあここの自分が生まれ育った町のチームを勝たせて、はい、その地元の育った町の野球ファンが喜ぶところに、はい、こう気持ちフォーカスしていくっていうのはとっても幸せなことですよね。はい、そうです。もう今はそのモードになってる。はい、なってます。はあ、これは頼もしい。というかこれ群馬にいらっしゃる皆さん絶対ペガサス応援に来た方がいいですよ。本当に青柳のマウンドをちょっと感じてほしいね。やっぱりこのチームに対するこの町に対する思いっていうのはありますか。それはあります。うん、どんな思いですか。どんな思い、うん、どんな思い、でもやっぱ自分がやっぱ小学生の頃にペガサスができて、そこからやっぱ強いっていうイメージがあって、で自分が入ってからまだ日本一になれてなくて、やっぱその強かったペガサスをまた復活というか自分がいる時も強くなりたいというか、でそれを野球群馬で野球やってる子たちが、そういうふうに少しでも自分が思ってたように持ってもらえたらいいなっていうのはあります。すげえ。僕人気選手って人の気を集めたりするから、はい、あの人気選手だと思うんですよ。もうそういう思いでプレーしてる選手って人の気が集まるから必ず人気も出るし結果も出ると思う。人気はあるかわかんない。その辺の欲のなさも青柳投手らしいですけど。ちょっと最後に改めて今シーズンに対する意気込みというか思いをカメラに向かって強い言葉で、ちょっといつものマイペースののらりくらりじゃなくて最後はピシッと強い言葉で、うん、今年は日本一になります。なのでぜひ球場にもお越しください。応援よろしくお願いします。おすごい、もう見逃し三振になるストレートね。あー、この青柳まさきのもう輝きをぜひ、ペガサスの球場で体感していただければなと思います、はい、ね。ということで、いや今年はちょっと群馬の野球をこの群馬の野球人青柳まさきが面白くしてくれるんじゃないかなと楽しみにしております、はい。
はい、ということでペガサスロッカールーム背番号18エース青柳正樹投手にお話をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい、素晴らしいですよ。